はい、じゃあ順番に自信ある歌歌ってこう。で、一番下手だったやつ、好きな人発表ね。いやいやいや、好きにもいろいろあるから。じゃあマイクください。あ、待って待って待って、こっちこっちからこう回りね。水打ち最後。もうちょいこっち向けていい？ごめんね。もうちょい顔直で当たる。ごめんね。すいませんすいません、あの一番後ろの席だったんで、もう一回でかい声で言ってもらっていいですか。ごめんなさいごめんなさい、その好きはライクですかラブですか。あの後ろの席だったんでニュアンスまで伝わらなかったんですよ、すいません。ラブでかしこまりました。そしたら今夜のホテルの部屋割り一回考え直します。いや俺いい、いやトイレも行きたくない。いや別に食いたくない。ここで無駄に金使いたくない。やべやべやべ、あぶね、全然違うバス乗りそうになった。いやマジ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 、いやなんかおかしいなと思ってバスの前の方回ったら全然知らない学校名書いてあった。いやちゃう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 みたいな。あぶね。あっちのバス乗ってたら俺どうなってたかな。あんのか？水木はエースを2枚持っているのか？持ってるー。はい、サトシの負け。はい、俺やんない。見てる。さあ、サトシの逆襲なるか。東北の方行かれるときはタイヤはチェーンです。スタッドレスで。こんだけでかいと燃費もだいぶ違うでしょ。ええええ、あそんな落ちるやっぱり。はあ、うちもこないだあの正月に家内の実家の福島に初めて車で行くってなってスタッドレス履かせて行ったら、こんな落ちんのってびっくりしちゃって、ちっちゃい方の車で行ってよかったよなんつって言ってたんですけどね。